さあ行きましょう、本日9月の17日久々ですね、第2制限大会となります。10名のシングルトーナメントをやっていきたいと思います。さあギリギリ19段、ギリギリ19段の2人がいきなり激突ですね。さあギリ今日は19段までなんで、サブキャラ OK の19段までなんで、ギリギリマックス勝ちに来ているこの2人。そう限界が19段なんで、あれ、いや大会中は大丈夫っす、まあ失格でもいいんだけど勝ったら失格でもいいんですけどね。やばいこれは。ボーナスステージになるのか。さあ、ゼロ回戦第1試合。ムタハザマ対タカナインですね。さあ、タカは1位確かにナインを使っておりましたが。さあ、どうでしょうか。ボン、ボンは相変わらず。さあ幻惑的な動き、狭間。お、これ戻ってましたが、これは反応できない。あれ、よく当たるな。さあ驚きましたして。あ、ただ無駄がナイン戦はね、結構レディスプレイヤーナイン使い多いんで、わかんないってことはないと思います。さあ、ちょっと行きますけども。どうだ。さあ、驚きました。当たらない。なんか出てきたぞ。あ、妖精さんか。これは、うまいこと繋いで、ともりが繋いでない。あー、バーストが早い。でかい 6A バーストでジャイアント方程式を潰していきます。さあ、どうだ。頭がリードしてはいるが、ナインが寄ってくるとわからないぞ。裏回り、これはどうだ。おはー、しっかり決めている。さあバッチリですね。スライド、立ち火を決めて、ガショウから一歩選手したのはナイン、セネヤ、狭間。さあ結構近い位置でも噛みます。ナインがガード。さあいいですね、こういう対策は必要です。さあしかしプロボーサー1に引っかかる。ああ、ガサイショ、これはしっかりコンボを決めている。高いっすね。はたまいている後ろ起き上がりはちょっと危ないですね。お、ここでクッサイトを絡めていく。さあ普通にコンボ決めて、妖精さんバースト打っていったのは狭間。さあジャンプ 6D が入って、うっと全部漏れなかったらよかったですかね。さあ押しつぶすは立ち D、 ジャンプ D で崩されます。あ、さあこれも大丈夫だ。ああ、うん、あー、しっかりしている、バッチリですね。はい、ちゃんとカウンター確認から拾い直しを決めまして、また何もできよかった、余計な心配だったね、お見事でした。ブタハザマが1回戦に進出です。 18? あ、前回。さあ、アサビシレリウス対アキリコハザマとなります。アキリコさんは今回もね、昨日、あのこの第2制限大会と普段の週末大会の、告知ツイートしていただいてありがとうございます。可愛らしいですよね、あれは飾りたい。さあ行きましょう、そのアキリコさんの狭間と、さあカロナックス前は18段でしたと、大丈夫ですと、言っているアサビチのレディウス。さあ、緑メッカーでしたけどね、なんだっけあれ当たってバーストしていく。おっ、フータイプスライド 6B いろいろあるが、ここでお母さんがしまわれてしまう。バスト
あっと、さあノーマルザインの補正を切りに行くが、これはしっかりガードして中断。こちら側逆に補正切ってくる、危ない。さあタッチくらいしてしまいましたね。テイクラッシュ B をガーコンボできない。あ、しかしここでゲージ 100% ある状態でミノムから、さあ 100% 使って倒し切っていきます。それで終わりではないだ。なんだっけあれ、ボルテード、ビノムボルテード。さあノーマル三振、重劣戦が。さあタチビー、タチビーちゃんと様子見てから割り込む。しかしここアキリコさんもしっかりガードしている。がまたすぐそれ補正切ってくる。危ない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 。よし、よし。さあジャニシンめくっていくが、高い位置だとねなかなか地上でつながらないリターンが取れませんね。危ない、うわっ、たった、これはいいですね。いや豪天陣、さあしっかり緑ゾーンで拾ってバッチリです。さあ怖い、ただどっちもゲージがある。おっ、よっ、いやバースト使っていく、勝ちにいっております。どうだ、あージャンシー強い、これはしっかりコンボを決めていく。というわけで0回戦第2試合、右下はアサビシレリウスが勝利して1回戦に進出となります。はい、次じゃあ左上行きましょうか。さあ、ハザマ同キャラですよ。同キャラだとね、そうはね、段位が離れても分かんないですからね。さあ、ベジさんはランクアップマッチだが、ここを勝てることができるか。そうですね、青いのが、ベジハザマ、ノーマルカラー、黒いのがムタハザマとなります。おっと、しっかりカウンター、さっきも見せましたね。ここはよく見てます。おっ、いいですね、今の入れ込み 2C は 割とありですよ。カウンターした時用というかね、またおおよそカウンターすると思うので、カウンター入れ込みでジャテツを構えてもいいかもしれないですね。さあ緑レッスンが空中にかかってしまうが、わお、オディいろいろある。おっ、押し、さあ寄っていく。おっと、今のはイエモレなのか、ダチキャン出ちゃいましたね。さあこれはベジアハザマちょっともったいなかった。これはギリギリ倒せないね。さあハザマ、ハザマ同キャラと何がどうなってかわけわかんないですからね。一歩練習したのはムタハザマ、イエイ。さあ青ちゃんも喜んでおります。そして、わあ、この方最初エグい。さあしっかりコンボも高いです。さっきマッチも言ってましたけど、俺より高いですね。高いよマジで、コマライカー2800とかダメですよ。さあこれはバースト、いいバーストだ。さあ写真、うわあ、危ねえ、ナイス。さあ今の奪ったマジで、これしかない。 B 派生でリュウジレッカさん避けていきました。いい判断、ベジハザマなんですが体力は危ない。リュウジレッカさんはできない、ゲージがないんですね。ただしかし起き上がりにベジハザマがタッチシーンを振ってましたかね。ジャンプ D が刺さって、さあハザマ同キャラ戦制したのはムタハザマ。だちょうどねこの5位の普段の週末大会常連が冷やかし半分というか、サブキャラというか、昨日今日始めましたみたいなキャラで参戦してくれてるんですけど、半日、その4人がね潰し合いなのがちょうどいいですよね、このトーナメント今日ね。バランス良くなってる。いくらねそのほとんど使ったことないキャラとは言っても、ブレイブルー自体は普段からすげえやってますから、まあガードだったりその受け身だったり立ち回りだったりっていうのはね
使えないなりにもキャラ関係なく身についているものなので、さあどこまで仕上げてきたのか2人とも、認定中同士の対決、アットカグラ対ブルーチーズパンマンことマイスターの田岡です。田岡をやってくるのはなかなかどちらも難しいキャラですけどね、サブキャラにしては。スマフラー、まあ、ただどちらも身内で使い手はいますね、使い手がいるキャラではあります。さあそれっぽい感じになってるが、それっぽくないカグラのコンボとりあえずみたいな、構えわかんねえしみたいな、ファムナ打っとくみたいな感じですね。オディ、さあじゃん A2A からチェックだ。さあワイバーは出せる、それっぽいぞ、川岡がそれっぽい、さあ何ファムナ、そうサブキャラだと焦るんでね、もう結構勝利とか食らっちゃうんですよね。おっと、OD して、あーっと間に合ってないが、なんかタッチ当たっている。わかんないわかんない。おー、チェックは避けられた。さあ、まず、ぐちゃぐちゃしましたけど、一本選手したのは田岡かです。あ、ワイバーカウンターだが、うまいこと拾えない。さあ、これ麦と同じコンボですね。画面中央のコンボ、2A からの。ワイバーンが出ないか、あ、今のそれっぽい感じでしたが遅い。さあ景気のいいファフナー、さあまあサブキャラ特有のコンボが安いというのはありますが、さあもう何も失うものがないですね、あの潔いファフナー。お、それっぽい、すごいですね、濃いよ。あ、何も恐れるものはないファフナー、安直と言われてもこういうところに打てないんですよ、言ってもね。あ、打った、打ちました、うっうまうまー、今のすごいですね、バータイのヘキサエッジを決めて勝利したのはマイスター田岡か。2回戦進出です。田岡が可愛いね、語呂が悪い。麦田岡かと、まあ、町狭間、まあ、町前は言い慣れてますけど、町バルケンと麦ニュー、違和感しかないですけど、なんか気持ち悪いですね。さあ行きましょう。さあこちらも2人でも仕上げてきたか、バルケンハイン対ニュー、どちらも認定中です。さあ2戦連続で認定中対決となりますが、バルケンハインは次10戦目じゃないですか。さあたもたもしい動きからさあコンボできないか、お、なんかそれっぽいぞ、ルミナス出してプレゼント、お、それっぽい、それっぽいぞ、キックルガード、あと三振までガトリングはわからない。あとスパーダは出ます、スパーダ出していく、お、ちゃんとタックルから狼チェンジの中段出していきますね。お、狼 B タイクうまい、さあどこに行くかわからない、しかもしっかり隙があります。うわー割り込んだ、これはバッチリですね、うまい。さあ拍手が湧く、レガシーは飛び越えていく、投げは抜ける、さあニューニューいってますけど、どうだ、あ、ぽいぞ、ぽいの、ぽいこといける、あ、ぽい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 ぞ、お、あはっ、でもまあ減ってますよ。あー、しかしここはいい OD ですね、いい A で返してカラミティあ、あのキャラ、あの技弱いですね、ラムだと違うんですね。え、あのとこ出ちゃうの、あのとこ出ちゃうの、マジで弱くない。さあラムダに比べてちょっと当たってる方向に出てしまう、どうもね今、あ、勝ったかなと思ったらカラビティ弱かった、終わりましたね。これは切り返しがスパーダックスパーダやね、うまいうまい、あー、しかし高見くらい、これはアッパーからそれっぽい、
まあ、バーストして超必死なんだけどサブキャラだからやっぱりね、もう大遊び精一杯な感じがすごいこう伝わってきますね、見てるとね。いいですね。おっと、いいガードだ、いいガードだが、カラビティは出なくて、あ、これだ、スープラだ、スープラレイジャー出た。投げ抜けるの早い、危ない。さあ、タジビーカウンタープレゼント、落としてクラレン。さあ、6A 当たれという 6A。 さあ、シックル、危ない。タッチから入れ込んだストゥルム、なになになに。さあ、カラビティは当たらなくてゆっくりされてますよ。そして登りジャンシー。さあ、勝利したのはマチバルケですね。1回転進出です。はい、じゃあ右下行きましょう。街道狭間対朝菱レリウスでお願いしたいと思います。